はい、それでは労災の問題ですね、見ていきます。で、これも判例の問題でちょっと難しかったかなとは思います。ただやはり本試験で、いつ出題されてもおかしくないので、ちょっとこういう難しい文章、難しい判例が出たとしてもですね、なんとかその3つこう絞り込んでいくということですね。そういう練習だと思ってください。で、2つ判例があるんですけども、まず1つ目がですね、これは択一の出題があるんですけども 「フォーカスシステムズ事件」というものになります。で、これテーマというか、何がその言われているかというと、遺族保証年金と損害賠償請求権との調整のお話になります。で、ご存知のように、その両方はまるまるもらえないわけですよね。保険給付の方が先にされたのであれば、その分損害賠償の請求権は国が取得するよと。で、逆に損害賠償請求が先にされたのであれば、その分保険給付は行わないよという関係になりますよね。で、それを受けて、じゃあこの話っていうのは2つほど重要なことがあって、じゃあその遺族保証年金との調整対象になるのは、その逸失利益、失われた利益の元本の部分だけなのか、あるいは利息も含めて、その分にあてがわれるのかと。これが1点で、それからもう1つは、どの時点で、損害が補填されたっていうふうに見るのかということです。で、ちょっとホワイトボード見てください。これあらかじめ書いといたんですけども、例えばこれ単純に見てですね、ここで不法行為が起きましたと。で、それに対する損害の、逸失利益ですね、今失われたその利益っていうのが、5000の損害があったと。逸失利益が5000だよ。で、この5000っていうのは元本になります。で、元本の5000に対して利息、この斜めの線が利息を表してますけど、利息が発生しますよね。元本に対して利息がこう発生していくという関係にあるわけですね。で、この時に、じゃあ遺族保証年金として、じゃあ例えば1000の保険給付があったと。1000の保険給付があったら、この5000の中に、その1000の分っていうのはもう保険から入ったよってことで、5000、両方はもらえませんから、5000の中から年金、保証年金の給付があったその額である1000の分っていうのは削ることになりますよね。で、その削る分っていうのは、この元本部分から削っていくのか、あるいは利息の方から逆削っていくのか、こう、下から、この図で言えば下から削るのか上から削るのかって話です。これがまず1点になります。で、これどう重要なかっていうと、元本から削るか利息で削るかっていうのは、加害者側から見ればすごく重要ですよね。もし上から削る、利息の方に当てちゃうんだったら、元本は減らないわけだから、その後もずっと利息って発生してきますよね。ただ一時的に利息の払いが終わっただけで、元本の払いは一向に終わらなければ、利息は延々と続くわけですよね。この5000のに対する利息が延々と発生しますよね。だからこれがすごく重要なことになります。で、もう一点が、例えば保険給付がここでされたと、その遺族保証年金がここで出ましたよって言った時に、事故はもうここで起きてるわけですね。で、事故が起きてからもう損害に対して利息が発生していくわけですけど、保険給付がここでされたら、じゃあどの時点でその損害に対して、逸失利益に対して補填がされたって見るのかということです。保険給付がされたここで見るのか、あるいはもう不法行為の時、最初に遡ってここでもうその補填されたっていうふうに見るのかという、これが2点目になります。で、これも結局どっちで見るのかによって、その後の利息に影響するわけですね。この時点でもし払ったよってことにするのであれば、少なくともここからここまでのタイムラグがありますから、その部分に関しては利息が発生するわけですよね。でも最初からもう補填されたっていうふうに見るんだったら、少なくともその年金が1000払われたっていうのであれば、その1000に対する利息っていうのはもうこの時点から発生しなくなるわけですよね。だからどちらで見てくれるのかっていうのは、これやはり加害者にとって重要な話になるわけですね。こういうお話だと思ってください。では中見ていきましょう。ちょっと難しい内容ですけども、頑張ってついていただきていただきたいと思います。遺族保証年金は、労働者の死亡による遺族の被扶養利益の喪失の担保を目的とする保険給付であり、その目的に従い、法令に基づき定められた額が、
定められた時期に定期的に支給されるものとされている。被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族保障年金の支給を受け、または支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するにあたり、遺族保障年金につき、その店舗の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり、かつ A を有する逸失利益等の B との間で C を行うべきものと解するのが相当である。ちょっと難しい文章ですね。で、こういう時になかなかその知ってて知識で埋めるって難しいと思うんですよ。で、長ったらしい文章で何を言ってるかよく分かんないですよね。で、こんな時はぜひちょっと文章を分解してほしいんですけども、どの文章がどこにかかってるのかってことですね。で、何を言ってるの？これ何を言ってるかというと、遺族保障年金が支給された場合には、その損害賠償額を算定するにあたって、この遺族保障年金につき、これがどこにかかってくるかというと、C を行うべきものと解するのが相当であるっていうふうに言ってるんですね。だから途中の文章っていうのはちょっと今飛ばしましたけども、言いたいのは損害賠償額を決定算定するときに、もう遺族保障年金が払われたんであれば、それは C を行うべきものと解するのが相当だよっていうふうに言ってます。そういうことですよね。じゃあ何と C を行うのかってことなんですけど、これですね。逸失利益等、逸失利益等の B との間で C を行うべきものと回数が相当であると。損害賠償額を決めるときには、もう支払われた遺族保障年金があるのであれば、それは逸失利益等の B、 逸失利益も含める B って意味ですね。逸失利益等の B との間で、 B との間で C を行うべきものと回すると、こういう文章ですよね。損害賠償額を決めるときに、その遺族保障年金を B との間で C しなさいと。まだ何入るか分かんないですよ。何入るか分かんないですけど、こういうことが言われてますよね。で、その A の部分っていうのは、この逸失利益等っていうのの説明文の文章なんですよ。見ていただくと、その店舗の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり、かつ A を有する逸失利益等っていう文章なんですね。だからこの今括弧書きしますけど、こっからここまで、その店舗の対象となるっていうところから、かつ A を有するっていうのは、その次の逸失利益等っていうのにかかる言葉なんですよ。だから逸失利益等の説明なんですよ。もう一回言うと、損害賠償の額を決めるにあたって、もう遺族保障年金の額が決定されて、もう支給されている、あるいは確定しているのであれば、それは B との間、逸失利益等の B との間で C を行うようにしましょうよと、 C を行うべきものだよってことが言われているわけですね。大まかに言うと、まずこういうことが言われている。で、逸失利益等の説明として、その前のその店舗の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり、かつ A を有する逸失利益等という説明になってるんですね。ちょっと文章を分解してみると、より絞りやすいかなということですね。はい。で、じゃあどういうふうに埋めていくのか、何が入るのかということですけども、まずですね、そうですね、どっから埋めてもいいんですけども、まあ、B か C ですかね、この辺りの方が埋めやすいんじゃないかと思います。で、先に C 見てみましょうか。まずその逸失利益、遺族保障年金と C を行うべきものだよっていうふうに言ってますよね。これ一番シンプルに考えられると思いますので、 C から逆に見ていきたいと思いますね。何を行うべきものなのかということです。で、今ここで言われているのは、もう皆さん分かるように、遺族保障年金の方がもう先に払われたんであれば、その分損害賠償の方は請求することはできないよっていう話ですよね。これは原則です。
ですからそれに該当するような内容のことが C に入ってくるわけですよね。そうするとじゃあ遺族保証年金と関係するものとして何が入るのかということですね。ちょっとカッコは私があらかじめつけておいたんですけど、後々グルーピングで必要になると思ってちょっとあらかじめつけておいたんですが、 C ですよ、 C のところに何が入るかっていうのを今から見ていくんですけど、何かしらの調整をするんだなってのは分かると思います。だってそうですよね、両方もらえないんだから、もう先に年遺族保証年金払われてんだったら調整しましょうよって話をしてるわけじゃないですか。そうすると損益相殺的な調整をするのか過失相殺的な調整をするのか、このあたりだと思うんですよ。入ってくるとすれば調整をするわけですから、でそうすると過失相殺っていうのは違いますよね。過失相殺っていうのはその被害者側にも落ち度があったんであれば、例えば全体の2割は被害者側にも落ち度があったっていうのであれば、被害者の落ち度である2割の分は損害から差っ引きましょうよっていう考え方ですね。これが過失相殺という話になります。でも今ここで言われてるのはそういう話じゃありません。過失うんちゃらって話をしてるわけじゃないですね。両方その同じ出来事から2つの給付があるのはそれ焼け太りだから、それは調整しなきゃいけませんよって話をしてるわけですね。そうすれば損益相殺的な調整を図るというのが分かります。同じ種類のものは2つ両方はもらえませんよって話をしてるわけですから、損益相殺的な調整というのが入ってくるというのが分かります。これが C ですね。はい、ではもう一回戻りますけど A とか B を考えていきたいと思います。はい、でこれはですねどちらを埋めてもいいんですけども、そうですね、逆に B の方から見てみましょうか。遺族保証年金は逸失利益等の B との間で損益で調整的な損益相殺的な調整を行うべきものと解するという文章ですよね。では B は何入るのか、逸失利益等の何っていうのが入るのか、まあ、つまり先ほど言った通りこの判例の重要なところ利息の方から添付されるのか、下からつまり元本の方から添付するされるのか、どっちなのかっていう話ですね。それはまあここに入ってくるわけです。で逸失利益等の何々っていうふうにつながるわけなんで、入りそうな言葉っていうのを見ると、実は B に入りそうな言葉っていうのはおそらくこれしかないと思います。消極損害の元本、これしかないと思うんですね。候補になるような言葉ってちょっと思い当たらないですよね。で調整、何との間で調整を図るって話をしてるわけですね。じゃあそれは何なのかっていうのが B に入るわけですから、当てはまりそうな言葉っていうのは消極損害の元本以外にないですよね。だから B っていうのは案外悩まなかったんじゃないかと思います。よくちゃんとこう冷静になって探せば、ここに入ってくるのは19番だっていうふうに絞れたと思うんですね。ですから元本の方、先ほど言いましたけどこれですね、だから上から利息の方にあてがわれるのか元本にあてがわれるのかってことで、この元本、遺族保証年金の額が例えばですよ、もうここで5000のうち1000っていうふうに確定したのであれば、それは元本の方から削りましょうという話です。でそうすればさっきも言いましたけど、利息はもうこの残りの4000ですよね。この残りの4000、これに対する利息しか発生しませんから、5000に対する利息よりも発生する利息っていうのは少なくなるじゃないですか。っていうことですよね。はい、ということで、消極損害の元本というのが入ります。で消極損害っていう言葉はですね、事故が起きなければ被害者が将来得ることができたはずの利益の喪失、事故が起きなければ
被害者が得ることができたはずの、まあ、本来事故がなければ被害者が得ることができたはずの利益、それがまあ失われたということですね。これを消極損害というふうに言います。で、積極損害という言葉もあるんですけども、積極損害というのはその事故が起きなければ 出費する必要がなかった損害、事故が起きなければかからなかった費用と思ってください。例えば治療代とか介護を必要するようになったのであれば介護費用とか、あるいはまあ亡くなられたのであれば葬儀代とか、事故が起きなければ発生しなかったですよね。それが積極損害と言います。で、ここでは消極損害ですね、被害者が本来その将来得ることができたはずの利益、それが失われたよということなんで、消極損害の元本という言葉になります。はい。で、あと A ですね、まずここももう一回戻りますけど、遺族保証年金はその元本との間で損益相殺的な調整を行うべきものだよと、だいぶ意味分かってきましたよね。で、最後 A っていうのは先ほども言った通り、その今グリーンで塗ってますけど、逸失利益等の説明なんですよ。逸失利益等の元本との間で調整しましょうよって言ってて、その逸失利益等の説明として店舗の対象となる非扶養利益の喪失による損害と同性質であり、かつ A を有する逸失利益等と言ってるわけですね。じゃあ何を有するのかってことですね。で、これが先ほど言ったグルーピング差をしといたよって言ったやつですけど、括弧にをつけてるとものを見てください。何々を有するって書いてあるんで、性質的なものが入るってのは分かりますよね。で、全部何々性って言葉です。性質が入るってのは分かりますよね。じゃあここには相互補完性を有するのか、代替性を有するのか、価値同一性を有するのか、合理的関連性が入るのか、なんかどれもそれっぽいですよね。で、ちょっと難しかったかな、この ABC の中でどこが一番難しかったかっていうと、この A だと思うんですね。じゃあ A には何が入るかっていうと、ちょっとヒント探ると、何々何々同性質でありかつ A を有する逸失利益と、何々と同性質でかつ何々を有する逸失利益と、このあたりがヒントになってくると思うんですね。同性質でありかつどういう性質かということですね。で、そうすると入りそうなのっていうのはちょっと見えてくるかと思うんですが、まず合理的関連性、これは違うかなと思いますね。合理的関連性を有する、ちょっと違うかなと思いますね。同性質であって、何々と同性質であってかつこういう性質を有する、逸失利益と、で、合理的関連性がある、ちょっと違いますよね。今言ってるのは同じ性質のようなものは2つもらっちゃいかんよって話をしてるわけですね。だから調整を図りましょうということを言ってますよね。で、そうすると相互補完性、あるいは C というと価値同一性、このあたりが入ってくると考えられると思うんですね。代替性ってのはちょっと違いますよね。代わりのものって意味ですから、そうじゃないですよね。同性質のとかその前に言ってるんで、代替性っていうのはやはり優先順位としてはその下がりますよね。消去される方になると思います。意味が違いますよね。同性質のかつなんて言ってるわけだから、相互補完性か価値同一性か、このあたりだと思うんですよ、悩むとすれば。で、今はくどいようですけども調整を図りましょうねって話をしてるわけなんで、そこから絞り込んでいくとこれですね。相互互換性、お互いに補い合うような関係があるんだから、一方のものが払われてるんだったらもう一方のものは払わないっていうふうに調整しましょうよっていう話ですよね。価値同一性っても近いようなところはあるかと思いますけども、ただ全く同じものじゃないですよね。全く同じ性質っていうことを言ってるわけじゃ、まあ同性質で価値が全く等しいっていうことを言ってるわけじゃないので、ちょっと難しいところ、悩むところであると思うんですけど、流れからいくと相互補完性というのはよりふさわしいかなと思います。
はい、で相互補完的ってことなんで、その後の損益相殺的な調整って言葉とここですけども、まあ、結びつきやすいのかなってとこですよね。これと。はい、っていうところになります。まあ、A はちょっと難しかったかなと思いますね。でこれが本試験であれば、まあ、B と C はなるべくそうなんとか、まあ、取ってほしいかなというところですね。はい、ではですね、続き見ていきましょう。1番の2段落目のところから見ていきます。被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族保証年金の支給を受け、または支給を受けることが確定したときは、制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなど特段の事情がない限り、店舗の対象となる損害は D に店舗されたものと法的に評価して、 Cこれは先ほどの損益相殺的な調整を図ることが公平の見地から見て相当であるというべきである。で、この後段で言ってるのは、じゃあどのタイミングで元本に添付されるのかということです。その前の段落で言ってるのは元本に添付しますよって話ですよね。じゃあ今度はどのタイミングで元本に添付されることになるのかと。ちょっともう一回ホワイトボードを映しますけど、この保険給付、遺族保証年金が支払われた時なのか、あるいは不法行為の時、もうだから最初の時ね、最初からも払われたっていうふうに、この線の部分がね、最初にからも添付されたって見るのか、ここから添付されたっていうふうに見るのか、どっちで見るのかという話です。でさっきも言いましたけど、どっちで見るかによって利息に影響するわけですよね。だから重要ということです。はい、でこれはですね、ちょっと知らなければ埋められようがないかなと思いますので、これも答えの方を見ます。ちょっと難しいです。これは13番ですね。何々の時ってありますね。損害賠償請求した時とか遺族保証年金請求した時とかって、何々の時っていうのが入るというのが分かると思うんですけど、でこれは知らないとちょっと埋められなかったかなとは思います。不法行為の時になります。これが D に入ると。だから先ほどホワイトボードで見せたその最初のところですね、一番最初のところでもう添付された、その5000のうち1000って、ちょっと単純なモデルで考えましたけど、そのタイミングでもう1000の部分は元本から削りますよってことですね。だからもう最初から残りの4000の分にしか利息は発生しないということになるわけですね。だから加害者からしてみればいい考え方ですよね。助かる考え方ですよね。でも被害者側からしてみれば、まあ損というか不利な考え方になるということですね。はい、ちょっと難しかったんですけども、まあ、どういうことが言われているのかということですね。これ押さえておいていただきたいと思います。まあ概要ですね、まあ、細かくはいいので、今説明したような概要を押さえておいていただきたいと思います。はい、ではですね、2番の方を見ていきましょう。で2番は違う判例です。浜松労基署長事件と、労基署長事件というもので、休業保障給付が、賃金請求権がない日についても支給されるのかということですね。例えばその休日だったり、懲戒によって出勤停止されている、処分されている日なんていうのがありますよね。でその日についても、休業保障給付っていうのはされるのかというお話です。で例えばこれは休業手当であれば、労基法のね、休業手当であれば休日については支給不要ですよね。じゃあ労災の休業保障給付っていうのはどうなのかと、賃金請求権が発生しないような日に対しても、給付がされるのかということですね。で見ていきますと、まあ、こちらも短い文章なんですが、法14条1項に規定する休業保障給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため、労働不能の状態であって賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する限りそのものが、休日または出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で E についても
休業保障給付の支給がされると回数が相当である。ですから結論で言うと、この休日とか出勤停止の懲戒処分を受けている日ですよね、こういう日に関しても休業保障給付は支給されるんですよということです。じゃあ D、E ですね、何が入るのか、もう散々その答えになるキーワードを喋ってしまったんですけど、休日とか出勤停止の懲戒処分っていうのはどういう日ですか？E には何が入るか、何々の日っていうのが入ると思うんですけど、ここはちょっとあえてグルーピングすると、労務に服することができない日なのか、労働者が業務災害を被った日、雇用契約上賃金請求権を有しない日ぐらいですかね。まあ、ここらが入ってくるかなということですね。で、業務災害を被った日、これは違いますよね。さっき言った通り、本来の休日だとか出勤停止の懲戒処分を受けている日っていうのが E に入ってくるわけですから、業務災害を被った日ってのは違いますよね。じゃあ1番の、労務に服することができない日なのか、11番の雇用契約上賃金請求権を有しない日なのかというと、これやはり11番ですよね。休日っていうのは別に労務に服することができない日ではないですよね。雇用契約上賃金請求権を有しない日、これですよね。これに対しても休業保障給付の支給がされると解するというふうになります。ですから、まあ E についてはあまり悩まなかったかなとは思いますね。はい、ということで、これはまあ全体的に難しい、特に1番の、判例ですね、こちら難しい内容だったんですが、まあ、B と C、 それから最後の見た E ですね、まあ、ここで5分の3はなんとか取りたいなという問題です。その特に、ね、前半の部分で言いましたけど、その表現が難しい、文脈がですね難しいとしても、ちゃんとこうやって分解していくと、どの部分、どの説明文というかどこ にかかっているのかなということですね。でこれをちゃんとこう読み解いていくと、まあ、一つ一つ検討していくと案外絞れていくもんなんですよね。 B とか C とかっていうのはある程度絞れたじゃないですか。まあ、こんな風にですね、諦めずに、トライするということですね、普段の練習の時から意識をしていただきたいと思います。ではですね、ここもちょっと長くなってしまったので、これでこのチャプター終了させていただきます。